なんか控え室にさ、お菓子置いてあったじゃん、うん、あったあれ、食べた？食べれた？緊張して食べれないタイプ？いや、ちょっと食べたんだけども、うんうん、あの、なんか2つ、なんか2、3個食べてる途中で、あ、ちょっと無理だと思って。ああ、なるほどね。だんだんね、時間が迫るごとに口に入るものがちょっとなくなって、お水とかばっか飲んでて。ああ。そう、お水とか飲みすぎると、まあ、そうだよね、まあ、本番。やべえと思って、そう。でも祭りあれだよ、呼ばれるまで食べてた、ずっと。よく入るんだもん。もりもり食べて、でドーナツは4つ食べました、うん、あのでけえやつ。食べすぎないのよ。よく4つも入ったな。で呼ばれたから、あ、まだ食べたかったのになって思いながらステージの方に。ほどんなー。いや今日は動くからカロリーはゼロ。まあ実質ね、食べたドーナツ4つ分消費されたかい、ちゃんと。そう、多分されたほんまにね。そうそう、すごいな。まあ、今回はあんまりわすいちゃんのパッシブの大食いあの控え室を移動しての大食いはちょっと今回できなかったんですけど、まついらまついのパッシブ大食いちょっとね、いや本当はやりたかったんだけどね、他の部屋にも入って食べ物をこう食料を奪い取りサブイベント毎回そうだもんね。まあ自分の控え室にあるやつだけだったね、あれはもう本当に悲しい事件だった。でもドーナツ4つも食べたし、お弁当も食べたし、お菓子も食べたし、もうちょい食べいけたなとは思うんだけどねでもまあ途中で呼ばれてしまったんでね、ドーナツもあのなんだったら最初3個半食べた時点で呼ばれたんよ。もごもごしてたら、あの本番でーすみたいな、あ、やばいやばいやばいみたいな、あと半分なんですけどって終わってからにしてくださーいって終わってから食べた美味しかったです。